各馬ゲートに収まり、スタートしました。先行争い、さて何が行くのでしょうか。芝から砂に場を移していく12頭、中からファイアラン出てまいります。後にはファンゴレ、その内にはバルフボラン、外外を回りましてアヒーゴ、外からサイノコロン、その外にプロパラント、続いています。外からアナロクイフテル、8歳馬フレッキア、内に並んでサンライズラム、その内にはオーバーネクサス。さあ3、4コーナー中間、後続を引き離しにかかります。残り600の波乱棒を通過しました。依然として先頭はファイアランス、リードは4馬身、これを追って2番手にサイクロコロン、タイヤ合わせ、早くもここで動いた。そして間からフレッキア、さあここから直線ハンドレ、早くも先頭を捉える勢い、サイクロコロン、現在3番手マルキボラン、追走ハンドレ、外から並びかけるハンドレ、先頭、続いてその外にサイクロコロン、ハンドレわずかにリード、続いてその内からサンライズラメール、1着ハンドレ、2着入線はサンライズラメール、そして3着にマガノクリステル。勝ちタイムは1分10秒3、勝ったのはハンゴレ。緊張の一瞬です。体制完了、ゲートが開きました。先行争い、さて何が行くのでしょうか。ここからダートコースに入る12頭、バイアランス先頭を伺います。黒い馬体はバルクボーラン、その後ろからナガノクリステル、アヒーゴ、追い合いが悪そうです。外目からはサイクロコロン、一馬身差追走、10番プロパラント、続いてサンライズラム、8歳馬フレッキア、続いてさらくオーバーネクサス、ハンゴレ、その内を通ります。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。依然として先頭はバイアランス、リードは3馬身、2番手追走はアルフボーラン、タイヤ合わせ、早くもここで動いた。そして間からフレッキア、各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる、ハンゴレ、ここから前を捉えきれるか、サイクロコロン、外から並びかけるアルフボーラン、追走、残り200、先頭はマガノクリステル、内からサイクロコロン、マガノクリステル、先頭マガノクリステル、今ゴールイン、勝ったのはマガノクリステル、続いてサイクロコロン、3着にはサンライズアメール、勝ちタイムは1分10秒1、勝ったのはマガノクリステル。各馬ゲートに収まり、スタートしました。先行争い、さあ何が行きますか。ここからダートコースに入る12頭、バイアランス先頭を伺います。サイクロコロン、折り合いがついていないか、内に2番バルフボーラン、続いてアナロクイステル、内に並んでプロパラント、続いてさらくアヒーゴ、外から5番ファンゴレ、その後ろからオーバーメクサス、外から9番サンライズアメール、8歳馬フレッキア、2、3馬身ほど離れてタイヤ合わせ。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。依然として先頭はバイアランス、リードは3馬身、これを追って2番手にバルフボーラン、4番タイヤ合わせ、ここで上がっていった、残り400を切った。内から差を詰めていくのはオーバーネクサス、各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる、ハンドレ、ここから前を捉えきれるか、外からバルフボーラン、さあ残り201頭抜け出した。続いてその外にサイクロコロン、アディーノ、伸びてきたアディーノ、伸びてきている。3頭揃ってゴールイン、体勢はアディーノ、マルツポーラン、この2頭が若干有利か。勝ちタイムは1分10秒3、勝ちましたのはアディーノ。各馬ゲートに収まり、スタートしました。先行争い、
さあ何が行きますか。ダートコースに入ります。中からマイヤランク出てまいります。マルチポーラン折り合いが悪そうです。サンダイフラメル折り合いがつかないか。内からハングレ競り合うようにして外ナナボクリフテン並ぶように内プロパラント内の方アフィード。外から差がなく黄色い帽子サイクロポロン少し遅れてオーバーメクサスパッサイバープレッキア。その後ろからタイヤワンで。さあ各馬ここから差を詰めていきます。ほとんどリードがなくなってきました。先頭はマイヤランク、マルクポーラン2人と2番手追走サンライフラム差を詰めてきた。残り400を切った。そして間からメッキア第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。マイヤランクわずかに先頭、後続も差を詰めてきている。目まぐるしく入れ替わる。残り200を切った。先頭わずかにマルクポーランパウオレわずかにリード。2番手はサンライフラムパウオレ1着でゴールイン。1着ファンオーレ2着入線はサンライズラメール3着にはサイクロポロン。勝ちタイムは1分10秒に勝ったのはファンオーレ。各馬ゲートに収まりスタートしました。先行争い、さあ何が行きますか。芝から砂に場を移していく12頭。中からマイヤランク出てまいります。内側のこの位置にマルクポーラン、外の方からサイクロポーン、内を見るようにしてプロパランク、アナロクリステル、外から追うからち、内に3番アフィード、外目からはファンオレ、オーバーメクサス続いています。続いてサンライフラメル、パッサイバー、メッキア、内をじっくりとタイヤ合わせ。さあ一段のまま3、4コーナーへかかります。先頭はマイヤランク、後続との差はまだ2馬身、これを追って2番手にサイクロポーン、そして間からサンライフラメル、残り400を切った。メッキア差を詰めてきた。各馬第4コーナーを回りました。マイヤランクわずかに先頭、後続も差を詰めてきている。ファンオレここから前を捉えきれるか。内マイヤランク振り下がる。マガノクリステルわずかにリード。続いてその内からマイヤランク、マガノクリステル、マガノクリステル、3頭並んでゴールイン。体勢はマガノクリステル、ファンオレ、この2頭が若干有利か。8タイムは1分10秒5。ゴール前接戦になりました。